彩乃さんにおすすめの行くべき場所は岩タイプの主の住処、岩壁の主と呼ばれるポケモンを探してみるのはいかがでしょう。マップアプリに目的地として登録させていただきますね。登録しました。それでは良い旅を。いってらっしゃい。ということで、岩の主ってどこにあるんだろう。ずっとね、今まで左側を歩いてきたんだけど、あ、ここか。じゃあ南3番エリアをずっと進んでいって、今日はじゃあこの主の岩のところに行きますか。初めてこっちから行く。今までずっと南の方、西の方行ってたからね。うわ、こっちどんな感じなんだろう。おー、なんかこっちは向こうと違って砂漠って感じ。なんだろう、ちょっとオーストラリア感がある。なんだっけ、なんとかロックってあるじゃん。世界の中心で愛を叫ぶに出てきたところ。わあ、すごい。あ、でももうすぐポケモンセンターのマーク見えるよ。わあ、いっぱいいる。そしていつものピクニックおじさんがいる。ピクニック、さっき食材買いすぎたからあんたもらってくれるか。ありがとう、いっぱいくれた。ありがとうございます、いつもお世話になっております。ピクニックといえばやっぱサンドイッチ、揚げた食材で作ってみてよ。ついでに俺のピクニックでポケモンって休んでいくかい。はい、お願いします。ありがとうございます。あんたもポケモンも元気いっぱいだな。いつでも休みに来なよ。ありがとうございます。新入生かな、もうすぐにねバトル仕掛けてくる人がねいるからね。コジオとかコリンクいる。コリンク、ちょっとコリンク捕まえたいです。ちょっとバネプーとかはね実はもう捕まえてるはずなので。コリンク、コリンクちゃん、あなたを探しておりました。私捕まえたかったんです。捕まえさせていただいてもよろしいでしょうか。レベル10だったらそのままいけるでしょう。行け、モンスターボール。はい、来い。1、2、3、オッケー、コリンクゲット。コリンク、先行ポケモン。体を動かすたびに筋肉が伸び縮みして電気が生まれる。ピンチになると体が輝く。ピンチになると輝くんだ。へえ。よし、コリンクゲットです。やったね。動画ね撮ってない時もねポケモン捕まえまくってるからね。結構ね図鑑がね埋まってるんですよね実は。よし、対戦よろしくお願いします。後輩のポケモン、先輩の私が見てあげるね。ありがとうございます、頼もしい先輩ですね。美穂さんよろしくお願いします。あ、雨やんだ。差しかます。あ、やばい、タイプ相性が悪い。いやでもタイプ相性悪いけどちょっと申し訳ないけど、私もうレベルが38もあるので、うわー効果抜群だけどそんなに効かない。いけー、噛みつく。かわいい、相変わらず噛みつき方がかわいい。もう噛みつくを忘れさせることができない。よし、美穂さん勝負ありがとうございました。後輩の方が強かったね。マジウケるね。ウケちゃった。やったね。あ、待って、後ろにもモンスターボールあるけどあっちはいけないやつだ。この辺にさ、今ここ柄が見えた気がしたんだけど気のせい？いなー、いいね。あれ、ここ柄がね一瞬見えた気がしたんだけど、この辺に。あ、やっぱりいた、ここ柄。イエーイ、ここ柄捕まえる。いたいたいた、ここ柄さんよろしくお願いします。アーマーガーにしたいね。剣盾の時はねアーマーガーはパーティーに入れてましたね。強かった。やっぱ鋼ポケモンすごい好き。よしよし、やったね、ここ柄ゲット。ここ柄、小鳥ポケモン。勇敢で無効水な気質、目の周りの白い模様は気弱なポケモンをひるませる。あ、そうなんだ、バツマルくんみたいな。バツマルみたいな可愛いお目目してるからね。よしよし、ここ柄もゲットしまして。これさ、左とさ右とさ道が分かれてる。あ、でもさ、これ多分まっすぐ行っても何もなさそうだから、このポケモンセンターの方にずっと歩いて行ったら主さんがいるか。よし、じゃあ左こっちに行きます。ナマケロとかもさっき画像に載ってたからいるのかもしれない。ちょっと見つけたら捕まえていきたい。なんかいる。
あ、違うわ、ただの木だったただのなんか葉っぱが生えてない木だった。うわ、ちょっと待って、落ちる落ちる落ちる。何これ、穴がある。え、これどういう道なの。この先ウォールタウン坂を登って道なりに、え、こっちにでもなんか洞窟みたいのある。ちょっとまた後で来よう。なんかこうやって穴があるとちょっと怖いね。落ちちゃったら戻れないもんね。いっぱいいるポケモンが、そしていっぱい落ちてる気になるものが。リンクさっき捕まえたでしょ。なんかさっき今光ってるポケモンいなかった？消えた消えちゃった。光ってるポケモンさっきいた気がしたのに。あ、あそこにも看板ある。どっかとつながってるのか、これもしかして。なるほどね。バネブーちゃん捕まえた。あ、またトレーナーさんがいる。何？ボールターン遡って道なりに、はい、ポケモンセンターがある。意外と距離近そうだよね。なんか地図で見ると遠く見えるけど。てんてんてろりん待って分かんなかった。私な、最初何書いてあるのかなと思ったらポケモンセンターの休む時のメロディーじゃん。てんてんてろりん、ポケモンセンターの回復の音いや一瞬何のメロディーを言ってるのかと思ったけど、そういうことね。普通に読んでるだけで分かっちゃった。プープーリンじゃん、かわいい。ちょっと面白かったな今てんてんてろりん。じゃあ私も次からてんてんてろりんっていうねよしよし、勝ちました。対戦ありがとうございます。てんてんてろりん、渡しても押してもらわなくちゃてんてんてろりん聞けるね、またね。てんてんてろりんいや、楽しくなった。沢子さんのおかげで楽しくなりました。ポケモンセンターの回復が。ありがとう、沢子さん。またね。よし、次に行こう。おっと？ロト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 。誰から電話？ヨーアヤの、この岩場のどこかに、岩壁の主がいるらしい。この辺り探してみたんだが、全然見つかんねえんだよ。まさか高い壁にひっついてる、なんてことはないだろうし。そんな深いところにはいねえはず。だから探して、崖から落ちんなよ。わかんなかったらマップアプリで周りを見てみるのもいいかもな。え？張り付いてる？どういう状況なの？張り付いてるって。出た。これね、コメントで教えてもらったんだけど、この黒い吹き出しの人はね、強いらしい。でも、あやのは果敢に挑んでいく。強い僕と勝負を。よろしくお願いします。強い道具をポケモンに持たせた強い僕と勝負をしようか。対戦よろしくお願いします。私はもうレベルが高い、きっと負けないいい凛しい眉毛してますね。ププリンの次はプリンや。プープループープループープルール、オッケーオッケー、全然余裕。ライモンジーターン、オッケー。プリンありがとう。次は何出してくるの？メークル、このままでしょう。メークルは草タイプや、きっと。かわいい。よし、焼き尽くす。えい、ドカーン、効果抜群。メークルさん、さようなら。勝ちました、ありがとうございます。そしてコレクレーの音がする。いるいる、大きな風車が目印だって。大きな風車、あれ？もしかして見えてるの？でもね、私は今からこのウォールタウンに行くんじゃなくてね、主を探してるんだよね。主どこ？あ、でもさ、だいぶ近づいてきてる気はするんだけどな。ここでしょ？もうちょっとでも道なりに進まないといけなさそう。もうちょい、もうちょい道なりに。なんだ君！誰だ君！カニがいる、カニが。すごい鳴き声してるなんか今までに聞いたことのないような鳴き声だね、君。はじめましてだ。カニさん、なんかの進化系かな？初めて見た。崖ガニ。
崖に住んでるから？そういうこと？崖ガニさん、待ち伏せポケモン、待ち伏せポケモン、カニポケモンとかじゃなくて？逆さまになって崖の上から獲物を狙うが、頭に血が昇るので長くは待てない。あ、そうなんだ。なるほどね。狙うのは上から狙ってるけど、でも、実は、血が昇っちゃうから、まあそりゃそうだよね。だって人間だってね、逆さで待ってたらさ、頭に血昇るもんね。びっくりさせるぞ。びっくりさせてごらん。茂みの中からばーん。ねえ、びっくりした？かわいい。一緒にお姉さんと一緒にかくれんぼしようか、しんやくん。お姉さん絶対見つける自信あるよ。ヒマナッツや、ヒマナッツ進化させたいんだよね。ヒマナッツひまわりにしたい。あやののトレードマークのひまわりにしたい。よしよし、効果抜群。さようなら。ナイス、しんやくんありがとう。かくれんぼはまた今度しようね。びっくり仰天負けました。かくれんぼ楽しかったよ、ありがとね。ほれくれの音がね、またしてる。いやー、後ろでメークルが待ってくれてるけど、君はもう捕まえちゃったんだよね、ごめんね。ほれくれの音がするけれど、どこにいるかしら。あ、いた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 。こんな茂みの中じゃ絶対気がつかない。よし、じゃあモンスターボールとかもね、いろいろゲットしながら行きますか。で、ここを登ってったら、ボールタウンに行くんだけど、あ、でももうちょっとだね。このまま道なりに行こう。このまま上に行きます。ピクニックお姉さんがいる。ピクニックお姉さん。回復してほしい。お姉さんじゃなかった。お兄さんだった。ここはテーブルシティとボールタウンの真ん中あたり。サンドイッチ食べたら再開するぞ。君も頑張れるように食材分けてあげちゃう。ありがとう。どこ向いて渡してるのかわからないけど。ありがとう。食材ありがとうございます。そういえばこの辺りで岩の壁が動いてたって聞いたけど、本当かな？壁が動いて戻ろかないようにちょっとだけ休んでいきなよ。ありがとうございます。壁が動く。壁が動く？どういうことなの？人もポケモンも頑張るためにも休まないと。疲れたらまた来てね。ありがとうございます。壁が動く。でもさっきのお兄さんが言ってたみたいに、壁が動くは割とヒントかもしれないよね。壁が動く、壁が動くってことは、やっぱりさっきペパーくんが言ってたみたいに張り付いてるっていう説もあるよね、多分。よいしょ、登れる？頑張って。よしよし、登れた登れた。もうでも20歳近い気がするんだけどな。まだもうちょっと先かな。もうちょい先行くか。なんかポケモンがいっぱいいる。待って、あれじゃない？いたんだけど、絶対これでしょ。この子でしょ、これ。でかい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 。張り付いてる張り付いてる。しかも、うわ、ちょっと待って、近づいたらさ、思った以上にでかいし。ね、上の方に行ったらさ、ちょっとどうやって戦うの？え、どこ行っちゃうの？ねえ、どこに行っちゃうの？待って、いなくなっちゃった。え、待って、これ、あ、こっちから行くのか。待って、あれ、待ち伏せしててくれておびき寄せられてる感じ、これ。お、目的地には着いたけど、いたわ、これだ。来た。え、怖い、目が。待ち伏せされてたよ。これでしょ、絶対に。ぬし。なーにー、すごいさ、鳴き声がちょっと怖いな。え、待って、噛みつく。大文字とか今一つ。タイプ相性が悪い気がする。ゴロリ、噛みつけー。いいぞ。怒りの甲羅。特攻が上がっちゃった。いや、でもこれいけるでしょ、噛みつくだけでも。防御下がった。怒りの甲羅は、あれか、攻撃と特攻が上がるけど、防御下がるんだったら、このまま噛みつくで倒せるんじゃない？いけいけー！いいよいいよ。おっと、また出た。主の時なんか死に行ったもんね。え？主を探そう。探すの？探しに行く系なんか。ちょっと待って。あっち落ちちゃうから、
どこに行っちゃったんだろう。主探すのか。あ、いるいるいる。下に落ちてるだけだった。ここに来てるけど、何？うわあ、壊してる。何してるの？何何？あ、めっちゃ綺麗な色の何か食べてる。あ、ペパーくん。あやの主を見つけたのか？見つけた。あいつが壁の主。でかすぎんだろ。スパイス食って強くなってるのか？一緒にまた戦う？あやの気ぃつけるよ。任せて。おぉ、でかい。元からでかいのか、スパイス食べてでかくなってるのか。この子の鳴き声ちょっと怖い。ピンクいオーラが出てます。いきますか、バックアウト。ヤバそうちゃんだけど負けねえぞ。シェルダーでハサミ上げだ。ハサミ上げ。いけいけ、いいよ。特攻が下がった。当選棒、どういう技？もう逃げられない。あ、これポケモン変えれない的な、そういうやつ。水鉄砲が効果抜群なんだ。何タイプなんだこの子。なんかカニみたいな形してるからさ、てっきり水タイプなのかなと思ったけど。怒りの甲羅、よし、防御下がったよ。向こうに攻撃されなきゃったら。大丈夫大丈夫、耐えてる耐えてる。睨みつけるで、防御がさらに下がる。噛みつけゴロリガブ。よし、ナイス。ガキガニさん、さようなら。おやすみなさい。怖い鳴き声が。ゴロリやったね、かわいい。めっちゃ喜んでくれてる。来た来た来た。またこの奥に秘伝スパイスあるのかな。うしあいの、疲れちゃうんだぜ。主ポケモン怒らすとすげえ怖えんだな。怖かったね。でかいしね。怖いよね、でも。自分よりさ、思ったよりでかいの。あいつが食ってた秘伝スパイスは、この中にあるはずだ。戻ってこないうちに、ちゃっちゃか調査しようぜ。戻ってくることあるのかな？前と同じなら、今回ももしかして、奥の方にあるのかな？前も奥にあったよね。見つけた？やっぱりちゃんか。何々ちゃんってよく言うね。私に似てる。綺麗、ピンク色で光ってる。甘そうだよね。本当にあった、間違いなくスパイスだぜ。甘いスパイスかな。やっぱ甘スパイスだ。甘そうな色してるもん。おお、やったぜ、ありがとうよ、あの。何？本によると、秘伝甘スパイスは胃を健康にして食べ物を消化しやすくしてくれる。腹痛や食欲不振にも効果絶大なんださ。え、めっちゃいいじゃん。こいつも料理してる、食べさせりゃ。なんだなんだ。よし、あやの、飯だ飯。早速準備するぞ。お腹空いたよ、ペパーくん。うおー、ずりゃー、おりゃー。お待ちどうさん。俺属性気まぐれスパイスたっぷりサンドだ。感謝の気持ちの主バッジも添えてな。ありがとう、主バッジもくれて。あ、美味しそう。前回苦そうだったけど、今回甘いから。美味しそうな顔してる。うんうん。美味しいね。やっぱりこの雰囲気好き。あ、やっぱり出てきた。そうだよね。食べたいよね。まったく。またかよ。欲しい？すんすん。ホライドにサンドイッチあげようか。あげる。あげないなんて選択肢はしないぞ。よし。うん。お礼でも言ってるつもりか？余分に作っておいて正解だったぜ。余分に作っておいてくれたの優しすぎ。頑張って伝ってくれるライドのためなんだからな。絶対にコライドのためじゃないぞ。どうぞ。ガツガツ。おいしい？うおー、またさらにパワーアップした？ダッシュを覚えた。え、早く走れるようになったの？なんかまた成長したんか？成長したらしい。やっぱ秘伝スパイスの効果ってば絶大だな。すごい。そうでなくちゃ困るけどよ。スンスン、
狙ってるよペパーくん。狙われてるよサンドイッチが。触るな、それはお前のじゃない。どうしたの急に。どうしたの、すまん、大声出して。あやのにはちゃんと話しとくべきかもな。どうしたの、出てこい。こいつはマフィティフ、俺の相棒さ。なんか元気なさそう。どうしたの、さあ元気になるサンドイッチだぞ。ほらゆっくり食べろよ。少しずつでいい、ゆっくりゆっくり噛むんだぞ。食べてる。元気ないんだね。こいつしばらく前に大怪我しちまってさ、それ以来ずっと具合悪くて。ポケモンセンターは？普通の怪我や病気じゃないんだと。そうなんだ。俺にとって大事なのはこいつ、マフィティフだけなんだ。どんなことしてでも絶対治してやるって。どれもあまり効果なくて諦めかけてた、そんな時、秘伝スパイスの存在にたどり着いたってわけだ。そういうことなんだね。母ちゃんの研究室でこの本を見つけたんだ。秘伝スパイス、エリアゼロにて食べればたちまち元気になる、不思議な植物を発見し、秘伝スパイスと名付けた。持ち帰り、パルディアの各地で育てようとしたが、育成途中のスパイスを周囲のポケモンが食べてしまい、強大に成長した。これを主ポケモンと呼ぶ。そういうこと？なるほどね。嘘みたいな話ばっか書いてある誰も信じないオカルト本さ。けど俺は本当だと思ってる。確かにね、今、2匹とも、めちゃめちゃ強いポケモンいたし。この本によれば、秘伝スパイスを5つ食うと、どんな怪我も病気も治るらしい。実際前のスパイス食べたら、冷え切ったマフィティフの手足がちょっと暖かくなったんだぜ。そうだったんだ。食べ終わったか？ちょっと元気になったかな？ああ、辛そう。お前、これって、目見えてんのか？え、なに、目見えてなかったの？ずっとさ、ずっとさ、目も開けなくって、これすげえ心配で。よかった、本当によかった。よかったね。目見えるだけですごい安心感あるもんね。目がつぶらすぎて開いてるのかわからねえ。よかったね。スパイスの力ってすげえ。やっぱ本物だよ。俺絶対にマフィティフ、昔みたいに元気な姿にしてやるんだ。そういうわけだからさ、スパイス探しは残り3つ。一緒に頑張ろうな。頑張ろう。元気にしてあげようね。ロト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 。電話だ。ハローやのん、こちらオーリム。ゴライドンがまた一つ本来の力を取り戻したようだな。ライド状態で走るダッシュの速度が上がったようだ。L スティックを押し込むとダッシュができるようになりました。ダッシュ中に木に当たると木の上にいるポケモンを落として戦うことができます。たまにいるもんね。引き続きゴライドンよろしく頼んだよ。なるほど。なんかペパーくんの話すごく感動しちゃった。元気にさせたいね、主のところにも積極的に行かねば。